はい、どうも、ホルクです。それではですね、ムーンブルク目指して、行きたいと思います。西に、祠があって、そっからムーンブルクに行けるという、風に言われてたので、ここかな？早速やな。いきなり見つかるやん。合ってるかどうか知らないですけど。ローレシアの南ラという祠には行かれましたか？行ってなくない？え、行ったっけ？行ってないよね。いいえ。ほーん。はいにしたらなんていうの？弟さんに会いに行かないといけないのかな？お通りください。こことりあえずムーンブルク先行きたいよね。行きまーす。あ、洞窟になってるんや。どっち行けばいいかな？なんかこっち側にさ、あれ？うわーっと、敵が強くなってるっぽいぞ。いや、大丈夫か？とりあえず幽霊。で、今までの感じからして、先にポルが幽霊倒して、クッキーも幽霊攻撃にしたら、攻撃がなしになってしまうので、魔術師に分けておこう。うん、やっつけるよね、やっぱり。ちょっとクッキーに攻撃しないでほしいね、あんまり。魔術師は魔術師しか選べないから、これで OK。うん。これで終わるかな。OK。ま、そんな、めっちゃ強いって、ま、二人おるからね、攻撃が分散するから。もっとクッキー入れなかった。お、呪文が新しく覚えた。何覚えたんやろ。クッキー。呪文どうやってんの？あ、ギア覚えたぞ。まあ、ギア使うかな。こっちでいいのかな。いやー、二つルートあったからね、どっちが正解なのかね。鎧ムカデ。気持ち悪いね。気持ちが悪い。硬いな。あ、しかも、結構強いぞ。硬め。こいつ硬い。いや、強い。え、こっちじゃないかも。こっちじゃない、絶対こっちじゃない。強い。こっちじゃねえや。え、こっちかな？いや、力9ポイントもらった。こっちなんかな？敵強くない？いや、でもいけるから行ってみようか。幽霊さんとやって、やばない。あ、こういう時に、こういう時にギアですよ。もう倒せるでしょ。なんかよくわからんけど。はい、オッケー。あ、こっちで合ってるかな？とりあえずこっち側へ行ってみよう。はい。外れでしたー。もう。うん、じゃあとりあえず回復して、クッキーを回復にした方がいいのかな？あ、でもそうでもないか。うん、まあいいや。で、こっちじゃないので、まあ、外れルートもね、一体にとかないとね。もうレベル上がるのはクッキーかな？どんどん上がるね。いいですね。さあ、ドラクエ2のギラは、個人攻撃なんや。あ、これは逃げよう。ちょっと怖い。ああ。ちょっとね、ちょっと体力的にしんどいかもしれない。いけるかな？いけるかな？薬草もないしな。こっちが持ってるとかないよな。いけるかな？まあ、ホイミ2回あるから、いけると信じてみよう。まあ、ダメやったらダメやったで、またね。その時ですよ。くしゃんでしょうか、さっき。たまたまかな？たまたま攻撃回数多めになってしまった的な。さあ、こっちが当たりルートですよ。うわ、なんか、早速あのネズミの色違いが出てきた。どういう順番で倒すのがいいのかな。魔術師怖いから、魔術師。で、ポルを回復しとこう。魔術師やけど、全然魔術使ってこないけど。あれ、大ネズミって、あれ
よくわかんねえ。まあ、幽霊、大ネズミかな。うん。あれ大ネズミって別に、あれん、あれ大ネズミって大ネズミやったっけ、な、何を言ってるんだ、僕は。はい。さあ、上がりましょう。だっだっだっだ。さあ、これで、ムーンブルクに、すぐたどり着ければ、いいんだけどな。いいんだけどな。なんか指みたいな大陸やね、ここ。多分そんなにムーンブルクまでって遠くはないと思うので、これでなんとかいけるんじゃないかな。もう一回本見唱えれるよな。うん。あれ足りない。マジで？え、クッキー死ぬかも。まあ、その時はその時や。仕方ない。さあ、ムーンブルクに行きたいんですけど、これ合ってる？合ってます？下ムーンブルクかな。たどり着けて、あとちょっとやからお願い。あとちょっとやからお願い。お願い。敵出てくんな。出てくんなよ。出てくんなよ。出てくんなよ。よし！たどり着いた。ここは、何でしょうか。ここがムーンブルクで合ってんのかな。はい。誰ですか、あなた。え、ちょっと、ここはどこですか。ムーンペタの町？は？ムーンブルクじゃないとこに来ちゃった。まあいいや、とりあえず宿屋、泊まりますね。さあ、全開になって、ちょっと思ってた街と違うところに来ちゃったんですけど、まあ、探索していこう。ここは道具屋かな？福引き場。福引き券を持っていない。福引き券ってなんだ？武器屋がありますね。何があるのか。うわぁ、もう、何も買えない。はい。ここは？あ、ここは道具屋なんですね。まあ、キメラの翼ちょっと買っとこう。お！あ、ここで買い物したらいいんや。え、じゃあ、薬草。あれ？買うたびにもらえるわけじゃないんか。キメラの翼もう一個ぐらい。いや、薬草やな、やっぱ。薬草いっぱい持っとこう。薬草いっぱい持っといて。まあ、こんなもんでいいか。ん？じゃあ、福引き券もらったので、福引きしてみようと。はい。何が当たるのか。はい。あ、聞いとこう。へぇ、機械が回転始めたらボタンを押して止める。太陽の印が3つ揃うと1等。星印で2等。その他いろいろ。さあ。おぉ、ルーレット、トン。ハート、トン。あー、ハート、あー、ダメです。あ、ダメです。あ、福引き券もらえる。やった！もう一回福引きしよう。残念賞で福引きやって、エンドレスやん。ゴールドカードって何だ？さあ、太陽を3つ揃えるのを目指そう。ちょっと、ちゃんと目押ししていこう。ターン。ターン。ターン。あ、勝手になる。もう一回やる。適当に連打してみよう。次は適当に連打。トゥ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 ン。はい、どうだ？ハートが揃った。適当に連打で揃ったぞ。え、めっちゃなんか、やった。いらないよ。福引き券の方が良かった。で、ここ、教会。教会は関係ないのね。あそこの道塞いでる人は何なの？へえ、ここでもいいんや。へえ。はい。よし。ということで、メモっときましょうね。はい。ここの街は何なんや？ムーンブルクに行こうとしたのに、ムーンペタ？
でもムーンがついてるから近いのかも。意外と人と人とが出会う街です。わ、いいね。あー、君、うん、低い危険。まあ時々もらえるんや。へ、はいはい、そうですね。ゴールドカードって何やの。でもこいつは何、どこかのところで風のマントがあるらしい。何それ。まあいずれいるんやろな。ということで、ここがムーンペタでしたと。じゃ、ムーンブルクは、ムーンブルクは、あ、ねえねえ、ムーンブルク。それ、キメラの翼を使うとどうなるのかを知りたいね。今までの感じからすると、ああ!は?え?え、なにこれ?あ、最後に復活の呪文を唱えた場所に行くのかな?一個キメラの翼は無駄にしたけど、まあね、一個は無駄にするもんですよ。初めの一個はどういうもんかなと思って勝手に使って。さあ、どう行こう。これ行ってもいいのかね。行けるのかな。タホドラキー。うわぁ、きつい。やばいやばいやばいや。アルカナンとかもあるんや。やばいやばい、守備力下げられすぎ。怖い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 。え、これこっちじゃないやろ、絶対。絶対ここ違うわ。ちょっと敵が強い気がするので、こっちじゃないよね。こっちじゃないわ。これ違う違う。一旦戻って。ムーンブルクに行きたかったのになぁ。